岸田総理大臣は韓国のユン・ソンニョル大統領との首脳会談を行うため先ほどソウルに向け出発しました。岸田総理はおよそ10分前、政府専用機に乗り込み羽田空港から韓国に出発しました。日韓の首脳が形式にとらわれず頻繁に往来して率直な意見交換をする、これがあるべき姿である。総理として最後の韓国訪問について同行筋は、岸田政権はこれまでの政権ができなかったことをやり遂げた、その象徴が日韓関係の改善だと話していて、岸田外交の成果を示したい考えです。緊張が続いていた日韓関係は岸田総理とユン大統領の下で改善に転じ、首脳が頻繁に訪問し合うシャトル外交も復活しました。最後となる会談で岸田総理は、首脳が交代しても関係を後戻りさせない方針を韓国側に伝えたい考えで、両国の協力強化を話し合う予定です。